しぶといな。俺が何したって言うんだ。一人じゃ寂しいだろう。すぐに仲間を増やして。待ってくれ。あなたも分かるだろう。話すことなど何もない。所詮お前たちは罪を犯すことでしか生きられないんだ。吸血鬼が一人行方不明になってるそうです。昨晩ミスターから連絡がありました。鬼化した人間の事件が後を絶たないので吸血鬼に関する情報を集めていたそうなのですが。え、じゃあ俺たちも見張られてんの？集めているのは無秩序に狩りをする者たちの情報です。その中の一人が行方不明？ええ、突然消息を絶ったようです。誘拐？じゃなければ何か事件に巻き込まれたとか。実は駆け落ちでしたみたいなオチじゃなくて。まあ節度なく人の血を吸う吸血鬼が減れば鬼化する人間も少なくなるのですが。もし吸血鬼狙いの誘拐だとしたらバカ数なんて危ないよね。犯人が可愛い女の子だったら簡単に連れて帰っちゃいそう。あ、そういえば正勝さんは。ああ、あれだよ、いつものやつ。昨夜この鬼勝てる合コン必勝法を編み出したぜって出かけたっきりまだ戻らず。なんか心配だな。大丈夫ですよ。ああ見えても正和はしっかりしてますから。では原因がわからないので何とも言えませんが、知らない人にはついていかないでくださいね。はーい。君の声、君の手のぬくもりが今お胸に、忘れない今もまたあの日々が蘇る。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。最近なんか吸血鬼絡みの事件多いよね。もう本当迷惑だよ。ああいう無節操のやつらが俺たちの仕事増やしてんだぜ。みんなちゃんとうちらみたいにマナー守ってれば平和なの。ん？どうした？あの車、なんか血の匂いがした。血の匂い？事件かもしれない。追ってみよう。待って、キヨさんに知らした方が。そんなことしたら見失っちゃうって。おい、ハゲハ。ちょっと
加減大丈夫？お母さん、どうしたの？すごい、やだよ。大丈夫、ここにいますよ。初めてですね、こんなことは。嫌な匂いがするって、急に倒れて。嫌な匂い？ひょっとして俺たちが追ってたやつと何か関係があるんじゃ。断定はできませんが、調べておいた方が良さそうですね。ごめんなさい、俺が止めてれば。誠君のせいじゃありませんよ。でもそれにしても正和は遅いですね。こんにちは。正和さんいる？いえ、まだ帰ってきてませんけど。あれ、おかしい。どうかしたんですか？いや、携帯がずっと繋がんなくてさ。実は今日僕の知り合いの女性たちを紹介することになってるんだけど。この絵さんが女性を紹介ですか？昨日の合コンで正和が圧勝してね。正和さんが圧勝？ああ、でその時の約束で女性を紹介する羽目に。しかしあいつまさかあんな手を使うとはな。あの、それで正和さんとはいつ別れたんですか？昨日の夜の11時ぐらいかな。でその後はお目当ての女性とどっか行ったみたいだけど。連絡とか来てないの？どうかした？いえ、何でもありません。